アホやからアホしか言いようないってなんて言うんですよ。なんか頭の不自由な方とか思わず笑ってしまうようなワードを使おうとはいつも思ってますね、うん、だから発想力はその辺のアホの格闘家よりだいぶあると思います。続いての質問ですけど、浩二さん口悪いですがもともとですかわざとですか。え、悪いですか。俺今ひろゆきさんと喋って悪いこと何もしてないですけどね。いや僕も多分そうなんですけど、多分普通に喋ってる人とそのなんか敬語を使って丁寧に喋る人っていうのがメディアにいるじゃないですか。あ、はいはいはい。で、敬語を使って丁寧に喋らないで自然体で喋る側っていう。まあそうですよね。ほんであとひろゆきさんも口悪いって言われてるんですか。はい、言われます。口悪いっていうか多分俺は思うのはそのアホなやつをこう論破してるから、だからなんかこう、まあ、いじめてるじゃないけどちょっとなんか攻撃してるように思われがちなだけで、口が悪いわけではないですよね。まあただアホにアホっていうのは口が悪いっていうのが世間の評価みたいですよ。だってアホやからアホしか言いようないですよ。なんて言うんですかそれ。なんか頭の不自由な方とか多分遠回しに。そっちの方が口悪いですや。頭が不自由とかそれ。そっちの方がやばいでしょ。でもエンタメとしてある程度その分かりやすくその面白く伝えようとする部分はあるじゃないですか。僕は割とそれやるんですけど。俺もめっちゃありますね、それは。あと俺はなんかあの対戦相手とかがこうイラッとして、でも見てる人とか聞いてる人が思わず笑ってしまうようなワードを使おうとはいつも思ってますね、うん。あ、やっぱりでもこのエンタメ意識してるのって結構最初の頃からなんですか。最初からですね。最初から考えてました。あのただのハゲって言えばいいところを丸込めって言ってみたり、はいはいはい、それは結構まあまあ考えますかね。やっぱハゲって言っても思んないけど、丸込めって言ったら結構なんか笑っちゃうじゃないですか。はいはいはい、そういうのとか結構気にしたりはしますけどね。そういうのってそのなんか前もってこういうふうに言おう喋ろうとかっていうよりもその場その場で思いついてやるみたいな感じですか。そうですね。だから発想力はその辺のアホの格闘家よりだいぶあると思います。